僕はいつもオリジナルのリフを考え出そうとしていた。いつも僕は自分だけのものを探し続けていたんだ。レッド・ツェッペリン、ジミー・ペイジ氏から教わりました。何においてもその精神が大切だったりするのかななんてことを思ったりします。というのも歴史が長くなってくればなるほどもう出尽くしたんじゃないかななんてことを思ってしまいがちだと思うんですが、いや待て、まだあるんじゃないかというその諦めない心といいますか探求心、情熱というのが大事なんだななんてことをジミー・ペイジに教わりました。あとジミー・ペイジはですね、感情に食い込んでくるようなリフを追求したいとも言っていて、まさにそのジミー・ペイジのレッド・ゼッペリのギターリフ一発にやられた人たちがたくさんいるということがすごい発明だったんだななんてことを改めて思ったりもします。大事なことはほぼロックから教わった走行でした。